ちょっとやってみますか。少しゆっくりめに。このぐらいのテンポだったらいけるF シャープを入れろっていうコードなんですよ。オン F シャープとかって出るんですよ、譜面だと。これだと G じゃないですか、はい、この G に対して、はい、このここが G だから、はい、F シャープの音が欲しいって言ってるんで、はい、でこれ参考までなんですけど、はい、全然今の弾き方で全然いいですけど、はい、例えばA って、はい、まあ、こことここ一緒じゃないですか。なので、E まで来たら、この方が動きが少ないんですよ。そうですね。しかも次は、で、ってやると、こっちまで行かなくていい。ああ、はい。もうここら辺でずっと。これなんで、この方がいいかって、例えばステージ立って、はい、ライブやるときに、はい、どうしても遠いとこって見るじゃないですか。見なくてももうほとんど前だけ見て全部ここだけでこう、いうふうにしたときにミストーンが少なくするにはこう開放を対応すると合ってると思うんだよね。最後この曲って少し